実力情熱と苦悩のテーマプラグインビジネスということで、石川光さんよろしくお願いします。はい、じゃあ始めさせていただきます。よろしくお願いします。まず、僕石川と言います。普段名古屋の方で、株式会社ベクトルっていう、制作会社3、4人ぐらいの、会社をやってます。で、一応代表ではあるんですけど、ほとんど僕が、コード書いたりとかしてます。はい。で、ワードプレスはですね、僕は大体2010年ぐらいから、ワードベンチとかに、参加したりしだして、機会があればセッションとかお話しさせていただいたりとか、ワードキャンプの運営の手伝いとか、最近は、話そうばかりなんですけど、そういうことをさせていただいてます。で、今日のお話の内容でもあるんですけど、テーマを、作ってます。ワードプレスで、ビズベクトルっていうテーマと、こっちの方が多分有名だと思うんですけれども、ビズベクトルっていうのと、ライトニング、こちらはワードプレスの公式ディレクトリに登録してある、テーマになります。今日の内容なんですけど、僕汎用のレスポンシブのワードプレステーマということで、ビズベクトル2012年くらいかな、もう6年半くらい、経ったんですけれど、それと、公式ディレクトリの方にライトニングっていうテーマを登録して、もう、早いもので3年経ってしまうんですけど、この辺は、無料で、配布しているテーマになります。で、この無料で配布しているテーマを、どうやって、お金に変えてきたのかっていうのと、このテーマについてどういうところを改善して、どうやって、ちょっと売り上げとか使っているユーザーを広めようかなっていうのを思いつつも、どうやって失敗してきたのかっていう話を、今日したいと思います。で、まず最初に、ビズベクトルなんですけれども、ビズベクトルっていうテーマはもともと2010年の9月に僕が、勤めていた制作会社を辞めて独立したんですけれども、独立したての頃って結局結構安い案件を振ってくる人しか、いきなり大きいのとか取れないんで、でも知り合いだと創業したての人とかばっかりなんで、なんかすごい、なんか5万円でホームページ作ってくれないとか無茶振りをしてくる人とかが多かったので、そういう格安案件に対応するためであったりとか、そもそもやっぱり知名度がないと あんまり単価の高い仕事とかも取っていけないので、テーマを配布したりして、なんとか知名度を上げていこうっていう、名前を売っていこうということで、もともとは開発を、開始しました。で、2012年の2月にですね、最初、野良テーマとして、そのワードプレスの管理画面からインストールしてできるとかではなくて、普通に自分の、で作った公式サイトからダウンロード、ホームページからダウンロードできますよっていう感じで最初公開しています。で、でも当時はワードプレスのテーマっていっても、汎用で売ってるテーマもコードを直接なんか PHP のここの部分も、ファイルを手で修正してくださいっていうのばっかりだったりとか、レスポンシブに対応してなかったので、なので、この頃は管理画面からいろいろ設定するだけで本当にサイトが完了してしまうっていうのと、レスポンシブで、対応してたっていうところで、で、あとブログ、ワードプレスの当時のブログっぽいっていうわけじゃなくて、普通のホームページっぽいレイアウトっていうことで、作ったので、結構当時はちょっと珍しくて、で、かといって作って置いといただけじゃ誰も知ってくれないので、宣伝しないといけないなというところで、ワードプレスのワードベンチとか、ワードプレスの勉強会とかで、発表会発表させていただける機会があれ、なるべく発表するようにして、で、そういう発表したりすると
参加者がツイッターでつぶやいてくれたりとか、後でブログで、紹介してくれたりとかいう感じで、ちょっと宣伝していきました。あとはリリースしたての頃に結構有名なウェブ系のブログの運営者の人にこんなテーマ作ったんで良ければちょっと使ってみて記事とか書いてくれませんかみたいなことを書いてメールを問い合わせ本から送ったりして、で、当時カジビトネットさんっていう結構有名なブログなんですけどに取り上げていただいて、それでいろいろ拡散されたりして、当時としては本当に珍しかったので、開発リリースして相当うまい感じでスタートダッシュに成功したかなとは思います。で、ビズベクトル公開して、よかったな、最初に成果出たなっていうところなんですけれど、まずはこれもともと狙ってはやったんですけど、開発者として覚えられやすくなったっていうのはあります。イベントとか行ってもすごいみんなたくさんいる中で名刺交換しても後でこの人誰だっけっていう風になっちゃうんですけれど、何かプラグインとかテーマ開発してると開発者として覚えられやすいので、そういうメリットはすごくあったかなと思います。あとは歌のコピーライトに、自社サイトへのリンクとか貼ってあったので、非リンクを置くことができるとか、あとテーマオプション画面とかですね、設定画面に、自社のお知らせを流せるエリアとかを設置したりして、次の新製品のお知らせであったりとか求人募集であったりとか、新しいプラグインの販売とか、今後の足がかりにはできたのかなと思っています。で、ビズベクトル自体は無料で配っていたんですけれど、そのビズベクトルを使っている人からちょっとこの辺カスタマイズしてほしいというような依頼とかの確保もできるようになりました。あとはそういう、有名、だんだん知名度が上がってきたので、そういうブログとかで紹介されるテーマを公開している会社ということで、ワードプレスにここ強いんだねっていうところでワードプレスの実装の、下請け案件とか結構相談が来るようになりました。で直接的に、売上になってきたっていう部分では、最初ビズベクトル公開すると、してからですね、皆さんコピーライトを消したいみたいで、やっぱりで問い合わせフォームからすいませんコピーライトの消し方教えてくださいみたいな感じで投稿されちゃったりするんですけど、僕にしてみるとこう自分のメリットがなくなることをなんで時間を割いてやらないといけないのみたいな話になって、じゃあ、別に消すこと自体は GPL 全然構わないんですけれども、それに時間を割くのは馬鹿らしいなっていうところで、コピーライトが消せるプラグインっていうのをですね最初売り始めました。でこれが、なんか結構そうですね、みんな消したがってるんだから、これで買ってくれたらいいなと思って、半分ちょっとネタみたいな気もつもりで最初980円で売り始めたんですけど、ポツ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 と定期的に皆さん買っていただけますね。でもちゃんと消し方は分かるけど、やっぱり使ってるから応援する意味で買いますよって言って買ってくれている方も非常に多いので、そういうところはありがたいなと思います。で次にやり始めたのはデザインスキンっていうのを売り始めて、PHP のソースコードとか HTML のフレームコード自体はそのままなんですけど、読み込む CSS を切り替えれるようにして、デザインが変更できるようにするっていうことをやり始めました。でこれも最初2500円くらいで売り始めたんですけど、後で値上げし、今売ってるのは5000円くらいなんですけど、これ5000円に値上げしたのはもう単純にウィジェットが増えたりとか確認する事項がどんどん増えてきて、とてもじゃないけどもう5000円でも割に合わないとか、そういう感じになってきたりしてます。なんで定期的にこのデザインの無料でとりあえずテーマを売って、デザインのキーパターンを売るっていう感じで、やってきたのが、基本今でもメインになってます。で、あと、ビズベクトルインストールするとですね、ダッシュボードとか、テーマオプション画面に、さっきもお話ししたんですけど、うちのお知らせとか、流すようにしてます。なんですけど、これを
住宅でやる人がやっぱり消したいみたいなので、まあ、こういう PR を全て消したりとか、逆にその使ってる人が、自分の広告を掲載できるようにするようなプラグインをですね、これ34,800円で売ったんですけど、まあ、そこそこあの、まあ、今主力がライトニングになっちゃってるんであれなんですけど、ビズベクトル全盛の頃は、まあ、ポツポツ出ましたね、はい、ちょっとあの売り上げのメールが来るとわほいみたいな感じな感じでした、はい。でとあとはですね、なんかあとピンタレスト風のなんかグリッドのレイアウトができるプラグインであったりとか、スリーカラムにできるプラグインであったりとか、あとは、まあ、ハウスメーカーとか、ホームページの制作会社とか向けに、実績紹介とか、施工実績とか、まあ、登録するためのカスタム投稿タイプと、まあ、それ用のレイアウトを、用意したプラグインを売り始めたりもしました。これもまあ今でも定期的にポツポツ売れます、はい。で、次、あとビズベクトル公開して、まあ、あの専門の知識がない人でも本当に管理画面からの設定で無料でホームページが作れるっていうところでものだったので、出版社の、関連の人から本書きませんかみたいなことを、あの声をお声掛けはいただいていて、でただ本出してしまうと逆にバージョンアップで管理画面とか変えるともう読者さんから紙面が違う、紙面と違うから分かんないとかクレームになったりとか、来るんで、まあ、バージョンアップがうかつにできなくなっちゃうっていうことで、まあ、ちょっとあの辞退してたりもしたんですけど、とか言いつつですね、結局、ワードプレス界のちょっと一緒に、仲良くさせていただいている方からがまたそういう本出さないっていう相談をされた時に、あの石川さんも一緒にどうみたいな感じでお声掛けいただいたんで、ちょっと手伝わせていただきました、はい。でただこれ本出したことによって、やっぱり本出してるっていうところで、あの会社としての信用度も、まあ、会社としても僕としても信頼度が上がりますし、であの本の方で結局あのビズベクトルをベースで本の説明をしているので、本が売れればそのままテーマがインストールされるっていうところで、インストール数も自動的に増えるっていうことで、あの良かったのかなと思ってます。でもあの結局こういう出版ってなかなか、本当に運が良かったと思ってるんですけれど、あのこういう運が良かったって言ってもとはいえやっぱり無料でそういうプロダクトを配布したりであったりとか、こういう場で登壇したりしてあの名前を売ってこそこういう話が出てくるのかなとは思っているので、あのそういう活動って結構重要だと、あの自分で今後やっていこうという人はかなり重要なんじゃないかなと思います。でなんですけどビズベクトルって、まあ、もっとユーザー数増やしたかったので公式ディレクトリに登録したいなと思ったんですね、まあ、あの管理画面から簡単にインストールできるようにしたかったっていうのもありますし、国内だけじゃなくって、まあ、海外のユーザーが増えればそれだけやっぱりまたプラグインの、もう売れるかなと思ったんですけど、だからビズベクトルってすごい多機能なものをセットにしたテーマだったので、でカスタム投稿タイプとか、お知らせシェアボタン、シェアボタンであったりとかいいねボタンとか、まあ、そういうソーシャルブックマークとか、まあ、機能に関連するものって基本公式ディレクトリの掲載テーマに含めちゃいけないっていうのがあるんですよ。で、そうですね。で、機能を含めるが含まれているものは公式に登録できないであったりとか、まあ、あと全体的にそのレビュアーが人間で審査をするので公式ディレクトリのテーマは機能が多かったりファイル数が多ければ多いほどレビューに時間がかかってしまうという問題もあったのでありました。で、あと機能が多すぎたんで、逆に案件なんかでもよく自分の会社の受託の案件でも使ってるんですけれど、案件前にあれもこの機能いらないなっていうところをちょっと外しにくい作りになっていたりとか、逆に機能が多すぎるからユーザーさんが使う際に、もうどこにそのファイルがあるのか探しにくくてもうカスタマイズできないみたいな弊害とかがだんだん、出てきました。でかといって
もうさっきもお話したんですけど、本とか出しちゃってるので、管理画面をさらっともう構造変えちゃおうとか思っても、ちょっとそれ苦情が来るんで、そうもいかなかったんですよね。なので、もうちょっと全部そろそろ作り直した方がいいかなっていうところで、ライトニングっていう新しいテーマを、作り始めました。で、これが、ちょうど3年ぐらい前ですね。はい。で、ライトニングの方は、本当にテーマ自体は必要最小限の構成で作りました。今結構肥大化してきたんですけど、で、で機能的な部分はテーマの中には一切含めなくて、全部、一つのプラグインの中に多機能プラグインとして、作りました。で、これはなんだろう、どの案件でも使えそうな、例えば Google アナリティクスの解析タグを入れるであったりとか、なんだろうな、サイトマップを出力するとか、まあ、本当にどの案件でも使えそうなやつを全部一つのプラグインにして、まあ、これうちのプラグインはもう自宅案件でも普通に、バンバン入れて、まあ、そういうのを作っとけば表は、ゼロから作っても割と工数が削減できるかなと思ってたんですけど、で、あとそれとテーマ専用のウィジェットに関しては、ウィジェットも、ちょっと公式ディレクトリのテーマだと作っちゃいけなかったはずなので、ウィジェットのプラグインと、まあ、結局テーマと多機能プラグインとライトニング専用のプラグインという3つ構成の、感じで、今回、新しく作ったライトニングはなってます。で、なので、まあ、管理画面からとりあえずこれで、簡単にインストールできるようになったし、たまたま管理画面からテーマを探した人、海外のユーザーさんからも、インストールされるんじゃないかなと、されるといいなということを目指したのが、ライトニングになります。なんですけど、公式ディレクトリに登録するテーマって、あまり宣伝とか入れるとテーマレビューで弾かれちゃうんですよね。ダッシュボードに、プラグインとか入れるとダッシュボードに知らない、なんかバナーとかがバンバン表示されるようになったりするんですけど、基本的にテーマの場合はもうこれ入れちゃダメとか、テーマオプション画面とかも、昔はあったんですけど、もう今はカスタマイザーでテーマの設定はやってくださいという話になっているので、テーマオプション画面とかも、公式のテーマには入れることが今できないです。はい。なので、まあ、でもどうにかして宣伝したりとか、まあ、さっきもライトニングは、テーマだけで機能は別で作ったって言ったんですけど、そのプラグインを入れていただかないといけないので、そういうのを入れてもらうために、まあ、テーマをインストールして有効化すると、このプラグインを推奨されてますんで使ってくださいよっていうのを管理画面に表示させることができます。で、この TGM プラグインアクティベーションというのは、まあ、これ結構古くて更新されてないんですけど、ありまして、でこれは、入れてても公式ディレクトリに登録することはできます。で、まあ、これ、まあ、なんとなくこんなコード書けばいいんですよ。TGM っていうプラグインを読み込んでると、じゃあ一緒に推奨入れてくださいねっていうプラグインはこういう名前ですよっていうのと、そのプラグインのスラッグはこれですよっていう、まあ、簡単な設定ファイルを、ちょろちょろっと書くだけで、管理画面にインストールすると上の方にこんな感じでこのプラグインをインストールしてくださいっていうお知らせが出せたりします。はい。で、お知らせでプラグインをインストールしてもらって、プラグイン側でダッシュボードに、お知らせを出すような処理がしてあります。なので、テーマをインストールしただけだと何もお知らせとか広告とか出せてないんですけど、併用のプラグインをインストールしてもらうことで、ダッシュボードにお知らせを表示して、で、まあ、そのお知らせの中で、仕様変更とかね、結構するんですよ。どうしてもせざるを得ない時があって、でもそれを変えちゃうと使ってるユーザーさんが勝手になんか僕変わっちゃったんだけどっていうのが、怒られたりすることがあって、で、まあ、そういうのを回避するために管理画面にそういう仕様変更しましたよっていうお知らせを流しておけたらいいなとか、あと、まあまあ、こんな便利なプラグインがありますよっていうようなブログ記事とか、まあ、見てほしいものがお知らせに
ダッシュボードに表示することができるようになったりします。であと、ライトニングフォーラムも自分で自前で持ってるんですけど、フォーラムでみんなユーザーさんが困ってる記事とかが新着表示されるようになっておけば、ユーザーさんとしても参考になるのかなと思ってこういう処理をしてあります。こんな全然ぼやけてて見えないんですけど、お知らせが上の方にあって、ブログ記事がこの辺に書いてあって、フォーラムの記事がこの辺にあって、で宣伝バナーがもうめっちゃうざって感じで申し訳ないんですけど、必要な人にとっては有意義な情報かなと、必要じゃない人はもう外消してくださいって感じで、はい、でその他、とりあえずさっきもお話したんですけど、知ってもらってことなんで、とにかく、なるべくトーナーとか機会があるのを、することにしてます。でこの話も、今話してる部分までとかは結構過去のワードキャンプとかで僕もお話しさせていただいていて、また同じネタ話してもらうみたいなことも思ったりもするんですけど、これ初めて聞いた人からはやっぱりそんなの知らなかったっていう人もやっぱりたくさん いると思いますし、自分が結構思っているほどやっぱり全然知られてないので、もうみんながみんな石川さんまだ同じ話してるってうんざりするぐらいで、ちょうどいいのかなと思ったりしてます。はい、であと、プロダクトの宣伝っていうことでは、名刺とか名刺交換してもあんまり今名刺っていうのはもう名前はもう Facebook でじゃあ友達申請しますとか、Twitter のアカウントはまあ大体ハッシュタグとか辿ってれば分かるよねっていうので、名刺の価値ってなかなかちょっと微妙な位置になってきたのかなと僕の中ではちょっと思ったりしてるんですけど、まあ渡すだけ渡して、でもこんなテーマとか作ってますっていうのがしっかり書いてあると、また次に話がつながっていくのかなと思います。はい、で言っておきながらですね、実は今日僕名刺を切らしておりましてですね非常に心苦しいんで、僕こういうの作ってますっていうのをぜひ目に焼き付けておいていただけるといいかなと思います。よろしくお願いします。あと名刺忘れちゃってるんで、もし後で名刺交換とかいう方がいましたらですね、Facebook とか友達申請とかお気軽にしていただけると助かります。はい、はい、次、これも広報的な部分では、今回のワードキャンプ大阪も、ちょろっと、協賛とかさせていただいてバナーとか、出したりとか、あと Facebook の広告とかもたまに出稿したりしてます。であとは、とにかく使っ僕の今撮ってるのは最初無料で配って、有料のプラグインを買ってもらうっていうプレミアムのモデルを撮ってるので、とにかく使い始めてもらわないと意味がないっていう部分がどうしてもあるんですよね。で、有料でもそうなんですけど、やっぱり使っていいなと最初の印象ってすごく大事だと思うので、使ってもらうハードルを下げるっていう意味で、コンテンツのデータを、一緒に無料で配布してます、サンプルの、なので、このデータをインポートするとうちで公開しているそのデモサイトと丸々一緒のものがすぐに立ち上がるっていうデータが、用意して配布しています。で、これはまたそうです、この話はまたちょっと後で別途します。はい、でそんな感じでおかげさまでですね、今まで、アクティブインストールがようやく2万をついに突破しまして、プラグインの売り上げに関しては、儲かってはいないんですけど、1人は生きていけるぐらいの売り上げは、にはなってます。で実際売り上げにはなってるけど、それが伸びてないのが問題で、で今までの話までいくと結構全然順調じゃんって感じなんですけど、実際にはそうではなくてで、結局次から次へと問題が出てくるんですね。はい、でライトニング、ビズベクトルがなんかちょっと機能奥で分かりにくいっていうので、公式ディレクトリに登録したんですけど、結局テーマとプラグインを2つも3つも入れて完成するような構成になっているので、それで外のプラグインからフックでいろんな要素を追加したりとかっていう構成をしているので、なんかユーザーさんがこの部分をカスタマイズしたいってなった時に、今まではビズベクトルとかだったらビズベクトルのテーマだけを、見ていればよかったのに、
なんかそれがテーマの中にあるのかプラグインの中にあるのかっていうのが分かりにくくなってしまったっていうのはあります、はい。で、まあ、一応、まあ、そうは言っても改変しやすいようにフックとかたくさん追加してあるので、あの分からなかったら聞いてください、はい。で、あとメンテナンスコストがどんどん増えてきました。で、まあ、多機能プラグインを無料で配ってるんですけど、とにかく機能がどんどん、あ、この機能もいるやなと思って次から次へと追加してた結果、その次から次へとなんかあの仕様変更とかによって、ちょっとここおかしくないですかみたいな書き込みとかフォーラムにあると、どんどんメンテナンスコースが増えていって、結構大変です。で、ウィジェットもこれがあったら便利だよなと思ってウィジェットを増やしてきたんですけど、ウィジェットが増えるイコール、それに対応する CSS を、書いたりとか確認するコースがどんどん増えてきます。で、あとあのシェアボタンとか、あと Google のアナリティクスのタグも最近対応したんですけど、あの外部サービスと連携するものを使っていると仕様が変わったりするので、それに追従するのも結構大変です。なので、これからなんかテーマとかプラグイン作ろうとする人は、とにかく何でもあのこれもいるこれもあったらいいよねで闇雲に増やさないで、あのそれやっちゃうと本当に後でどんどん肥大化して死んでいくので、結構俺はこの機能で行くんだっていうのをなるべく、取捨選択をしっかりして開発した方がいいと思います、はい。でそういう機能特化してないと、まあ、どの機能もまあまあぼちぼちだよねっていうところレベルで突き抜けてないとブログとかでも紹介されにくいかなというのはあります。あと、製品増えすぎ問題、デザインスキンとかいろいろリリースしたんですけど、結局、まあ、さっきの話もそうなんですけど、ウィジェット追加をすると、複数あるデザインスキンを全部表示確認したりとか調整したりとかっていう作業が発生して、それが終わると複数あるデザインスキンを全部商品登録するっていう手間が発生して、その分全部アップデート通知とか更新あのお知らせのバージョン通知とかを、更新する手間とかが増えて、なんかね疲れます、はい。なので、とにかく安易に商品数を増やさずに、特定あんまり増やさずに、その今作ってる商品の製品力を高めるとか、まあ、あるいはテーマであればもう次から次へと新型を出して、古いのは販売終了していくっていうのも、まあ、これも一つの手かなとは僕は思います、はい。そもそも制作手法の変化が激しいので、古いやつを改変し続けるっていうのは結構大変だったりとか、逆に改変されるとユーザーは困るっていう人もいるので、まあ、ちょっとその辺の判断は難しいかなと思います。あと競合の増加、テーマ販売とかテーマ開発してる人もめっちゃ増えてきて、もう有料無料問わず、いいテーマは全然たくさんあるので、なかなか昔みたいにビズベクトルだけ特出してたっていう、黄金時代は終わったなと僕は思ってます。で、ブログ向けのテーマ、まあ、一般の人が使うのはブログなんですけど、需要の絶対数が多いんですけど、まあ、うちとしてはブログではシェアを取れてないので、ちょっとそれがなかなか痛いかなと思ってます、まあ、ただもしブログ向けテーマを作るのに挑戦して、まあ、当たれば結構いいお金になるかなと思います。まあ、そうは言っても、まあ、僕ディスベクトルとかライトニングっていうのはビジネス向けで特化してきたっていうからこそ、今の地位を維持できているのかなという面もあると思っています。あと、僕はなんか無料だととにかくみんなブログで紹介しやすいし使ってもらいやすいしいいだろうっていうので無料で始めたんですけど、実際最近結構有料で売ってるテーマってアフィリエイトとか設定してあるので、紹介する側としてはアフィリエイトで有料テーマ紹介した方が直接お金になるので、なんかそういうメリットもあるから、なんか紹介する側にとっても有料テーマでも全然構わないっていう世の中にもなってるのかなと今思ったりしてます。
ゲームチェンジャー、グーテンベルクもうすぐ、まあ、もうすぐって言ってもまだまだかかりそうなんですけど、ワードプレスの管理画面が、登録方法かグーテンベルグっていうページビルダーが出てきて、で、あとページビルダー有名どころとしてはエレメンターとかディーバービルダーっていう、プラグインがあるんですけど、そういうプラグインを使うと結構簡単に、レイアウトがしやすくなるっていう意味ではすごく歓迎するべきことなんですけど、今までウィジェットとかでいろいろ作ってきた優位性が結構やや薄れるかなと、まあ、無駄にはならないけど優位性がちょっとどんどん減っていくかなっていうのが今なかなか辛いところです。で、あと、そうです、リソースを結構無駄に今まで使っていて、もう海外を向けて、海外向けに英語サイトを最初用意したりとかしてたんですけど、実際日本人のユーザーがメインだったんで、あんまりなんかちょっと中途半端に海外英語サイトを用意したけどお金にはつながってないなとか、でなんか面白そうだからなんかこのお城巡りのウェブサービスとかワードプレスカスタマイズ作って、まあ、これも PV 増えればなんかマネタイズできるやろうと思って手出したんですけど、PV は増えずにリソースだけ中途半端に投下してちょっと無駄にしちゃったとか、これ請求書と見積書を発行できる、ワードプレステーマ、これもともとは自社 の書務用に作ったやつなので、まあ、無駄ってわけじゃないんですけど、まあ、せっかく作ったから、まあ、一般公開しようと思って公開して、で、まあ、利用者が増えたらこれも領収書発行機能とか納品書発行機能とか売ったりすると、またなんとかプラグインビジネスにつながっていくかなと思ったんですけど、まあ、そもそも普通のテーマに比べて利用者数の絶対数が あんまり多くないというのと、あんまり広報するリソースも確保できなかったので、なかなかちょっと無駄に使っちゃったかなっていうのがあったりします。なので本当にね、エンジニアの人って割とあこれ面白そうと思って作り始めてわーいって言って作っちゃうんですけど、エンジニアの人って言っちゃ失礼です、僕だけかもしれないですけど、これ楽しい、わーできた動いたやったよーみたいなやっちゃうんですけど、ちゃんと仕事として、マネタイズを考えて計画的にやらないと、無駄にリソースを消費するだけなんで気をつけた方がいいと思います。はい、で、まあ、ちょっとそんな状況なのでどうやって生存していこうかなというところなんですけれど、まあ、これからやる人としては、まあ、このグーテンベルグが出て、まあ、そういう、なんだろうな、大きな区切り目の時なので、そういうグーテンベルグの関連の何かプラグインとか作るっていうのは、一つの可能性、大きな可能性を秘めているんじゃないかなと思ってます。で、あとアップデートとかサポートに関しては、GPL、この後、北島さんのセッションでもあるんですけど、100% の GPL って、まあ、利用制限とかしないので、結構なかなか今後お金につなげるのって難しい面もあったりするんですけど、海外のテーマとかプラグイン、ビジネスモデルだとサポートをプラグインのお金っていうよりはもうサポートっていう位置づけでお金を取ってる方法っていうのが結構主流になってます。なのでテーマをただでテーマじゃないテーマを買ってっていうよりは、まあ、本当に何か困ったあった時に聞ける保険としてお金を払う的な位置づけであったりします。あと1年ごとでアップデートをする場合にまた別途課金してくださいよっていうサブスクリプション形式とかは主流です。で、ただ保守って、まあ、うちの場合もすでに無料のフォーラムとか作ってしまっているし、まあ、ちょこちょこした問い合わせに対して技術者がそれに専用に時間を取られちゃうとなかなか採算が合わないなっていう面もあるんですけれども、まあ、実際には
企業のウェブ担当者って、まあ、あのこのページで困ってるんですよっていうその企業の URL をあの誰もが見えるフォーラムとかにはあの貼るわけにはいかないし聞く人もいないしで結構困ってることっていうのはすごくあってで、まあ、確実に返事があの決められた時間で返ってくるフォーラムってサポートっていうのは企業担当者としては非常にニーズが実は高くてうちとしては公式には今まで用意してなかったんですけどそういうサポートないですかって言われた人にはやったりしているのではい。なので、まあ、そういうサポートも、今月ぐらいから、一般提供を開始していこうと思っています。で、あとユーザーが、まあ、実際テーマにしてもプラグインに関しても、まあ、便利で変えれるに越したことはないとは思うんですよね。例えばもうヘッダーのレイアウトであったりとか色とかを自由に変えれるようにしたいとかユーザーさんは確かに思うんですけど何でもできるのがいいのかっていうとそうではなくって最終的に求めているのはそういう機能的な話ではなくって結果、まあ、例えば商品が短時間の手間で商品が売れるようになるとかそういう結果が出ればいいのかなと思ってます。なのでそういう機能っていうものではなくて特定の業種に向かった構成とか文法とかをそのままサイト自体を販売してしまえるとか、その決まったひな型に対して、ユーザーが、まあ、一部書き換えるだけとか、の方が、まあ、ゼロからいろんなパーツとかたくさん本当に組み合わせて用意して、まあ、開発者が用意してあったとしてもそれを組み合わせれるかっていうと作れないので、そういうのが組まれたひな型っていうのを販売するのも一つの手法なのかなと思っています。で最初話したうちのデモサイトのデータもそうなんですけどこれプラグインのオールインワンダブルディマイグレーションっていうのがあるんですけどこれサイトのデータが丸々簡単に引っ越しできるデータのをエクスポートしたりインポートしたりすることができるプラグインで、まあ、今年一番の僕の一押しプラグインなんですけど、こういうプラグインを作るともう自分で作ったサイトのデータをそのまま販売したりすることができるので極論そのテーマとかプラグインを開発するっていう意味じゃなくそういう技術がない人でも要はサイト構成コンテンツの部分を作って販売したりっていうのが今すぐ始めれるかなと思います。はい。で、まあ、これオールインワンマイグレーションの話なんですけどこれまた、ちょっと割愛します。で、あと今日他のセッションで多分川端さんという人が話すんですけど、サイトのホスティングとセットで販売するということも、できたりします。で、これ何かっていうとレディシップっていうサービスなんですけどレディシップは自分の、まあ、今言ったデモサイトを自分で登録しておいて、でそのサイトを買う人が、そのままサイトごと買ってしまってで自分のデータだけを書き換えるっていうことができるんですよね。でホスティングになっているので、これを買ったユーザーさんは毎月例えばサーバー費用これの分利用費用として3000円とか4000円とか毎月払うんですけど、その中で何パーセントか自分の決めたマージンが自分のところに入ってくるっていうシステムになってます。こういうサービスもあります。で、まあ僕の会社としては本当にもうビズベクトルが、まあ、良くも悪くもヒットしてしまったんで、まあ、悪い意味でなんかちょっとテーマ作ってる会社とかワードプレスに強い会社として、イメージが定着してしまってまあ、そっちに仕事も意識も傾いてしまったんですよね。でも僕本当はやりたかったのは結構ちゃんと会社のそのお客さんの会社の魅力とかをしっかりとビジュアルで見せたりするようなサービスがしたくてなので僕としては本来そういう何でもできるっていうのを目指すわけじゃなくって、そういう企業やサービスの思いが伝わるサイトであったりとか、まあ、手早く結果がつながるパッケージを販売したりとか、まあ、そういう業種や目的に特化したテーマであったりとか、そういう方向をまた今後は強化していきたいなと思っています。
なので、ブログ用のテーマが売れてるって、結局、ブログでアフィリエイトで収益を得やすいとか、結果が得やすいっていうのが、まあ、特化してるんで、みんな結構買われるのかなと思ってます。なので、まあ、テーマでもプラグインでも何でもできるっていう部分で戦うんじゃなくって、まあ、皆さんそれぞれ自分はこれが強いっていうものを持っていると思うし、まあ、持っていなくてもこれを強みでやっていこうと思っていると思うので、そういう部分を必ず意識して、プロダクトに反映させていくと、結果が出ていくのかなと思っています。なので、一緒にいろいろ情報交換しながら生きていければなと思います。はい、まあ、ちょっと今日のお話一部でしか話せてないんで、興味あればまた懇親会とかでいろいろお声掛けいただければと思います。以上です。ありがとうございました。保守で想定しているのは、あくまで、まあ、普通に管理画面上で設定で変更できる部分であったりとか、作業する内容としても、もう本当に作業自体は1時間以内で終わるレベルのものを1チケットぐらいのレベルで考えていて、でそれをもうあらかじめ月に、まあ、プランによりけりで何チケットまでっていう風に決めて、それを例えばその、まあ、1営業日以内で回答しますぐらいのレベルでとどめている、とどめてやる予定なので、なのでその技術力がもう低い人でも対応、まあ、一般の人的にはできないけど、まあ、レグ政策の、まあ、中級レベルだったら対応できるよねっていうレベルにとどめる形で、でカスタマイズとかっていう話になってくると、まあ、ちょっとごめんなさい、そこは別料金ですっていう、うん、そこはちょっと逃げ道を作らないと危険だと思います。はい、なのであくまで行動を、例えば、まあ、ちょこっとじゃあ色を変え、部分的に色を変えたいところがあるんですとかっていう、なんか CSS を数行でせいぜい書けば対応できるとか、まあ、数行のコードで対応、すぐに対応できるレベルまでが定期保守の範囲です。それ以上はちょっと別料金扱いでやる予定です。はい、ありがとうございます。他にご質問ありちょっと
を仕様変更の都合でちゃんと表示されないんですよって書き込んだら、わーってやって食べたりとかしたんですけど、まあ、ただまあその人間にとってもすぐ回答できるのもあれば、やっぱりちょっと環境を再現して検証しないといけないのもあったりするので、それもね、自分にね、辛いですよ。まあそういう意味でも無料のコラボの方はなるべく放置でもいいよね、できれば優勝の星を契約してねっていう方に持っていけるようにシフトしていきたいなと、まあはい、はい、それでは今日時間になりましたので、以上でカフェのセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。